ラジオ沖縄ポッドキャスティング、赤瓦長瓶のゴブリーサビラ、牛年だね今年はね、年またよろしくお願いいたします。放送680回目の今日は1月の10日、うちなく海旧暦では、下乳の27日、馬の日やいびんや。さて新年なんでね、例年恒例なんだけど、はい、流下で狩り時期してみようかな、ね、いいですね狩り時期。新年の流下紹介いたします、うん、お願いいたします。新年の流下って大体ね、はい、頭の年にタントクブカジャティ、くるからしがた若くなよさっていうのが有名だわけ。はい、あの新しい土地にね、ほら、うん、タントクブでしょ、はい、炭と昆布飾ってた、要するに新芽のさですね、花のを飾って心から姿も若くなるよっていうのが有名なんだけどもね、はい、今日は他のものを探していました。お願いいたします。新玉の年やタロン喜びの見舞い打ち平地足部売りさ、新玉の年やタロン喜びの見舞い打ち平地足部売りさ、新年をね誰も喜びに表情を緩めて遊んでいるのが嬉しいことだという流下です、うん、いいですね。自粛でも楽しかったです。そうね、はい、でね、次はね、はい、ちょっと芸能してる方にも送るだね、はい、八春になりば嬉しぐとぬしてひちょる三線の音のしゅらしゃ、八春になりば嬉しぐとぬしてひちょる三線の音のしゅらしゃ、新書になるとめでたい歌詞を載せて弾く三線の音も楽しい、素晴らしいっていう歌です。いいですね三線の音。沖縄って雪降らないさね、はい、だけど流下って面白くてね、はい、多分見聞きしたのか、ほうほう、あるいは実際に見たとか分かんないけど、雪という実はあの言葉が入ってる流下があるんですか、はい、たるがよんちゅうやゆちまちゆたててあらたまるとしゆいおううりさ、たるがよんちゅうやいきいやゆちまちゆたててあらたまるとしゆいおううりさ、ほら雪松という言葉が出てくるわけ。うーん、どの家も門松を立てて新しい年を祝ってるのは楽しいことだという意味だそうですね。雪松という綺麗な言葉がね、本当ですね、大和風であるよね、はい、ということで、最後にこれ一つね、はい、新玉の年に坂地地やたててうさきむて若くなるがうりしゃ、うん、新玉の年ね坂地ね、はい、乾杯して、乾杯です、ね、お酒のおかげで若くなるのがうれしいよって言うとそうですね酒のおかげで皆さんお酒飲みますか。あたしなむ程度です、たしなむ程度ですね、はいはいはい、というわけで狩りつきましたでしょうか。では狩り付けということでね、うん、はい、実はね今日はね、ありがたいことにね、はい、3枚年賀状もいただいております。 ありがとうございます。八重瀬町お話しのお住まいのこちらは読んじゃった住所呼ばれてたので、ね、はい、アヒーさんからいただきました。すいません、ありがとうございます。西原町東原のキャンアキラさんからもいただきました。キャンアキラさん、アキラ、そしてね、ありがとうございます。あの黒糖のわたあめ作ってる人がいらっしゃるんですよ、発明した人がね。そうですか。柿の花職員の柿の花さん、久しぶりですね。お元気でしょうか。いただきました。それでは新年初のこのコーナーです。沖縄のなんだ今日ね、はい、流下ぶっと上がってるけどさ、何でしょうか。今度はこんな歌ね、はい、年やたちかわて八春のすらににわかちちじたる町のみどい、年やたちかわて八春の空ににわかちちじたる町の緑、年が改まってね、八春の空に松の緑がね青と突き出て茂ってるよっていうね、あの新年をことほぐ歌なんですが、はい、いいですね。実は作者がこれ分かるわけ、あ、はっきりしてるんですね、うん、第二小子第17代目の傍受衆って俗に呼ばれている昇降王というね長瓶の大好きな王様の作品なんですよ、うんうん、はい、これとね在位がね、はい、1800年から34年年代いったらいまいち、ね、イメージわかんないでしょ。なんとナポレオンが皇帝になった年に即位したっていう人なんですね、あの時代、はい、この時代です、うんうん、正直言ってね取り立ててね、はい、あの何したとかかにしたとかいう話はないんです。少子もここだけ続くとですかね、うんうん、だけれどもね、はい、エピソードがたくさんあるんですね。あ、でその今日はそのエピソードを紹介してみたいと思います。紹介いただけると、はい、王様がさ、はい、ちょっとあの変わった人でよ、はい、自分 の, あの生まれたっていうか王党発祥の地の以前に行くんだということで言い出してね、はあ、はい、城を抜け出したわけ。そこでみんな獅子三主官が慌てて追いてますよね、はい、王府が出張したという話もあるわけですね。さすがに公的な記録には残せないから、はい、あの
いいウェイ方っていう方がね日記つけられてるわけ、日記で、うん、その中に書かれてるんです、はい、そして結局止められて、はい、ところがヨミタンのキナというところに気に入ってねしばらく滞在したんだって。へ、まあ、その時ね、はい、おそがなしいめいとイヌミジヌブシェゴブリーネイビーさと、おー、国王様と同じ水を飲むのは失礼にあたると言って、いやいやいや、掘ったという坊地川と呼ばれている井戸も、うん、残っているんですよそのために掘ったんですね、うん、その時ねこんな話が残ってるわけ、はい、王様がさある時、ね、もう帰って城に帰った時ね、うんうん、あの読谷で食べたカンダバースネは非常にうまかったと作れって言ったわけ料理に、ね、はい、で作った、はい、言ったように作ったんだけど、うん、これじゃない、やっぱ、ね、もっと美味しかった味が、うん、仕方がないから、うん、作った人を呼び寄せて、はい、作らせました。どうでしたか。うん、これも違う、あら、あれなひまさたんというね、うん、そしたらこの作った人曰く何て言ったか、はい、恐れながら国王様、国王様はいつもね、はい、美味しいものたくさん召し上がっていらっしゃるから、うんうんうん、やーさという言葉はご存じないでしょうと、はい、ね、やーさどまーさと言って、はい、お腹が空いたら何食べても美味しいもんなんですよと言ったのね、はい、そしたらこのことに国王様が何と言ったかというとね、はい、うん、そうか、庶民はいつも優しておるんだなと、はい、いうことを言いながらね、はい、お前は俺にやーさという言葉、やーさどまーさという言葉を教えてくれたから、うん、褒美に田んぼをやるぞと言って、田んぼをあげたそうです。いい王様じゃないですか。なんか非常に物分かりのいい国王様ですね。はい、でもこの人の話は面白くてね、はい、全く反対の民話も出てくるっていうのがまた面白いんですね。でそれはまた次の機会にということでね。ああ、残念。さてこの王様なんですけどもね、はい、さっきあんまり何もしなかったって話したんだけど、はい、非常に多難な時期でね、外国、あの、はい、欧米諸国の船がたくさんやってくるわけ。ナポレオンもそんな時代ですか。うん、まさに外観なのね、はい、で国の中はというとその頃ちょうどさ、うんうん、はい、あの大飢饉が起こった時期な、世界的に沖縄も、うん、沖縄も巻き込まれてね、うん、はい、2回飢饉があって、そうでしたか、もうたくさんの方が亡くなったんだけれども、うん、有効な手を手段がなかったわけ、はい、非常に悩み悩んでいたという王様なわけさね。うん、そしてこんなこと読んでるわけ、はい、ケジョガニヤナティンウズムシヤウランイチンクヌシキヤヤミガヤユラ、ケジョガニヤナティンウズムシヤウランイチンクヌシキヤヤミガヤユラ、夜明けを告げるね、国の危機を告げる鐘がゴーンゴーンとなっておるのに、はい、誰もそのことをね何とかしようとしない。うずむっていうのは目を覚ます、目を覚ます、目をすくことがない、鐘で目を覚ますのと、うん、国難に対して目を覚ますというのをかけてるわけさね、はい、こういうあのずっとこの世の中は闇であるのかというような歌を読んだそうです、うん、非常に有力や国王である本当ですね。綺麗な、そのためにあんまり無関係しすぎて、はい、そううつ病になったんじゃないかなという長瓶の考えでした。というわけで、はい、傍受集のお話でした。さてそれでは次のコーナーです。1に運動、2にメモリン、私が私であるためにメモリン、1に運動、2にメモリン、あなたがあなたであるためにメモリン、ワンツースマイル OPS。さて新春になりましたけれどもね、はい、健康が第一ということで、うん、今日も健康の話していただきたいと思います。ジャックニュースさんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。人生100年時代をサポート、メモリンがお届けする健康ワンポイントのコーナーです。本日は笑う門には福来たる、笑いの力で健康へというお話をお伝えいたします。認知症専門医の田平健先生が提唱する認知症にならないための8か条の内容をご紹介しています。今週は第4条、ストレスを解消しよく笑うことです。近年笑いの力が注目されています。その力は免疫機能を整えたり幸福感を増したりすると言われています。そして認知症についても笑いの力が効果を発揮することが分かってきました。笑うことでの運動の効果とストレスリセットの効果、そして人付き合い、これらの要素のそれぞれが認知症の予防につながると考えられるそうです。またほぼ毎日笑う人はほとんど笑わない人に比べて認知機能低下のリスクが3分の1以下になるとも言われています。毎日笑うことでストレスを解消し認知症を予防する、皆さんも取り入れてみてはいかがでしょうか。
以上、メモリーがお届けする本日の健康情報でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。3分の1ラーも変わってくるね。大きいですね、こちらね。うん、あ、思ったんだけどさ、はい、沖縄のおばちゃんたちってね、結構認知症かかりにくいさ。かかりにくいです。特にあのおばちゃんたち見ていたら、はい、テレビとか見てわかるけどさ、なんかさっきやったら笑うよね、ははしてね。声出して笑うのとっても大事なんだそうです。あの恥ずかしい時も笑うよね。はい、恥ずかしい時も、あいいって言って手を、そう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 、はい、動作もつけながらです ね。それもやっぱり効果があるということだよね。とてもいいことだそうです。あ、なるほどね。うちにも笑い福井っていう言葉があるわけさ。そういうこともあるんですね、うん、笑うといいことが起こるっていうね、うんうん、やっぱり笑わないいいことなんですね。笑ってくださんどうもありがとうございます。はい、ふんさん今年ね笑い福井って話したんだけれどもさ、これありがとうっていうさね、はい、最近言葉にね、あの調べてみたら面白いことが2つ分かったわけさ。はい、1つはね、明けましておめでとうございますって言うでしょ。はい、言いますね。あれ本当は人間に使う言葉じゃないんだって。へ、誰に対して？神様に対して使う言葉なんだって。神様ねの言葉ですか。正月になると年神様というのが各家を訪れるわけ、はい、村々もね、聞いたことあります。で、豊作を招くわけさ。はい、でその時に豊作とっていうことは穀物から芽が出るでしょ。はい、芽で、芽が出たい、芽出たいから来てるんだって。芽が出るから来てるんですね、うん、だから豊作をね、うん、もたらしてくださってありがとうございますという意味で、もともと年神様に使っていた言葉が人間の言葉になったそうです、うん、いいですね。はい、もう一つね、はいはい、さっきありがとうって歌でしたね。やったでしょ、はい、ありがとうまた違う意味があるんだってよ。お、実はね、はい、これもちろん感謝を示す言葉なんだけども、そうです、ね、実はこれ仏教から来てるんですって。室町時代までは感謝の気持ちを伝えるときにはさ、ありがとうじゃないわけ、かたじけない、武士がよく使ってたようなイメージですね。かたじけないって言ったんだって、はい、ありがたいというのは実は宗教的な意味に使われたそうですよ、はい、江戸時代のね、元禄時代以降ね、はい、ありがたいっていうのが感謝を表す言葉として使われるようになったんだけれども、うんうん、本来ね、ありがたいっていうのは、はい、めったにない、ありがたい、漢字ではそう書きますよね、うん、でしょ、はい、ありがたい、ありがたし、はい、ということでね、はい、めったにないことをしていただいて感謝しますという意味で使われたようなので、いいね、とっても感謝するときに使われたんだって、うん、はい、だもともとは、はい、そういった仏とか神にね、はい、ありがたきことなりと言ってね、そうですね、やることから始まったんだそうですよ。拝むときにそういう使ってたように気がします。そう、ありがたしね、ありがたし、はい、幸せと。だからね、うちなんちも含めて日本人っていうのは神道、うん、神様と神道、はい、それから仏教ね、はい、の影響が実はあまり意識してないんだけれども、はい、言葉の中にも現れてきてるっていうことですね。綺麗な言葉だと思います、ということで、はい、ありがとうの話でした、言葉一つとっても調べてみたらいろいろ面白いことが分かってさ、はい、あやな、これ新年に話したかったんだけど三日は休みだったからよ、いえいえ、申し訳ないなと思っておりました、はい、さてね、せっかくなんでね、もう少し時間があるんでね、ええ、学問でエビクとグブリーサビラのコーナーということで、はい、あ、そういうの忘れたな、これ学問でエビクとグブリーサビラのコーナーでした。でございます、ね、久しぶりなんだけどね、はい、実はね、締め縄ったでしょ、はい、締め縄ね、はい、これはね、かかってます、示す縄なんだって。あ、これは締めるではなく示すなんですね、うん、示す縄、何を示してるかというと、はい、この家は清められておりますよと、うん、もう掃除も終わってね、神様が入ってくるにふさわしい家ですよ、はい、ということを示す縄ということなんだって。もともとはね、やっぱ掃除が大事ですね、神様がいらっしゃる聖域ですよってなことを、はい、あの表してるそうです、はい、ちなみにね、縄なんだけれども、実はね、あれくねくね曲がってるでしょ、曲がってます、蛇を表してるって。蛇、蛇、蛇、ね、なんで蛇ねとでしょ、はい、なぜかって蛇って脱皮繰り返すでしょ、脱皮、はい、ね、脱皮を繰り返すでしょ、ということでね、神から節の力を与えられた生き物だと考えられてるわけ。だから神の使いというわけですね。それでこれを表現してるんだそうですねもう一つね、神々の住んでいる天界の雲、はい、雲ね、雲を表しているとも言われていて、ええ、締め縄が雲、あの垂れ下がってるのがあるでしょ、あ、はあ、ははあ、雲ってあのお空にあるプカプカある、うん、雲ですか、うん、はい、あ、そして垂れ下がってるのが雨、雨、はあ、そしてね、あの、ひし形のやつが下げられてるでしょ、はい、シダって言うんだけど、シダですよね、あれは雷を表してるんだそうですね。天気そのものですね。そうだ、結局やっぱりそういう聖域で神様との関係がありますよ、うんうん、っていうことね、うん、ちなみに、はい、いつ取るかというよく聞かれるわけ。そうそうそう、あれ難しいんですよ、うん、いつ取っていいですか。門松は7日に片付けるから、はい、松の内ということで7日はですね、うん、で15日には片付けなさいとよく言うわけ。ほう、締め縄15日、うん、ところがね、この意味合いからするとさ、はい、このお茶清められておりますよ。そうですね、神様いらしてくださいでしょ、はい、ちょこっと1年上位取ってもいいわけで、本当は。ほう、そうですね、清められていれば、うん、決めてますよっていう証拠だからさ、はい、うん、だけどさすがに
31日に置いたらおかしいから、ま、15日ぐらいが無難かなということでした。はい、久々の学問でやいびくつおぶりいさびらのコーナーでした。はい、弓山の四択するうちね、時間の超エビン牛年だから最後によ、はい、牛の話しましょうね。牛の話、沖縄には一体いつから牛がいたのかというぐらいね、昔からじゃないですか、うん、これ実はねグスク時代から、はい、あの入ってきてるんだって。入ってきてるっていうのはね、遺跡グスク掘ったら、はい、牛の骨が出てくるわけ初めて、はい、だからこの時代に初めて入ってきたということが考古学的に分かるんですね。昔からいなかったんですね。そうだから大体12、3世紀ぐらいかな、うん、ということになるそうですね、はい、というわけで牛年ネタでした、はい、最初リアルだった感じはねいやいや、あの何か喋ってる時に必ず何か忘れるわけが、はい、忘れ物のコーナーということで最後にくっつけてみました。はい、はい、それでは皆さん今年もね、680回迎えましたけれども、赤川の長瓶のゴブリーサビラ、うん、メモリンの国吉さんと共に頑張っていきますので、頑張ります。今年ユタサルグとおにげーサビ ラ番組のご案内や赤川の長瓶とメモリンの国吉エビータン、また来週までゴブリーサビラ。